取り上げインセンティブって考えたんですけど、その子供に出してお小遣いあげたりとか、まあネットのゲームとかのね、あの時間とかも、まあ、ね、親御さんがお金払ってるわけなんだ,だと思うんですけど、で、それを、そのトラフィックを売る。子供に対して。例えばじゃあ、子供に出してじゃあ、えー、それこそじゃあ、じゃ1ヶ月にお小遣いを、え2000円あげるとするじゃないですか。2000円先にあげるよとで。その代わり、もし成績悪かったりとか、勉強が、やるべきことができなかったら、2000円のお小遣いを、から、1回あげた2000円のお小遣いから1000円を、 徴収すると。いうなんかいいと思います。はい。取り上げインセンティブって言って、実はね、あの、うまく頑張ったらお金あげますよっていうかは、先にお金をボンってあげて、うまくいかなかったら取り上げるっていうスタンスの、あのー、お金のマネジメントの方がモチベーション上がるってわかってるんで、先にあげて後で取り上げるっていうのがいいと思います。はい。